音楽を聴く環境だよね。だから音楽を聴く環境として、うん、例えばじゃあコンサートがベストで、代用品として録音がある、うん、例えばね、はあ、はいはいはい、っていう、うん、まあ、前提だとすると、うん、そう本当にそうなのかなって思ったりとか、うんうんうん、そう録音をさ、まあ、あの我々一生懸命コンサートとか録音してるけど、だから結局その生演奏の音をいかに伝えるかみたいな、うん、ね、うん、こととかもあるわけじゃない、うん、でだから、うん、結局その理想がコンサートにあってみたいな、うん、でも本当にそうかな。例えば、うん、その、録音で聞いた方が、うん、あのまあ、オーケストラとかピアノ作品とかで細部まで味わえて、うんうん、演奏家の人もよく聞こえて、うん、あのなんだろう、例えばなんか誰か時計のアラーム鳴ったりとかってことに邪魔されることもなく客席でね、そう、そうだね、うん、携帯の音鳴ったりとかっていうのにこう遮られることもなく集中した環境で、うんうん、しかもあのまあ聞くのに理想的な一応ね、うん、目標としてはだから残響の量だったりとか、はいはい、あの音の近さだったりとかバランスだったりとかっていうのが、うん、こうあのまあある意味人工的だけども、うん、作られた状態でだから作品を鑑賞する上では、うん、むしろ、うん、録音の方がいいなって正直思ってしまうことが結構あるのね、うんうんうん、そうこれは慣れの問題なのかどうなのかっていう、ここ100年ぐらいの問題なはずなんだ、これって。それはそうだね、それは確かに、そう思うぐらいの話だよね。だからその、我々がさ、あの鑑賞してる、鑑賞対象として楽しんで聴けるようになった音楽、だから大体1920年代頃の録音からなんだよ、うんうん、そう、うん、うん、そうだね、そう、うん、ちょうど100年前ぐらい、うんうん、そう、そっか、うん、そう、まあね、やっぱりティボー、クライスラー、フーベルマンぐらいからは、うん、まあ普通にもうあのなんか歴史的資料としてじゃなくて、そうだね、音楽を感情としてね、聞く、そうそう、聞く、そのぐらいから始まってる、うん、そうだね、うん、そうそう、分かる分かる、うん、確かに、そうだね、うん、どう思う？そうね、いや、一つ前の動画の話と被るかもしれないけど、なんかやっぱり演奏会のあり方ってっていうものが全てではないと思うよ、うん、僕もやっぱり。なるほどね。うん、だから、いや、これちょっとちょっと分かりにくい言い方かもしれないけど、うん、僕、やっぱり聞くときに、その作品が初演された時の状況を想像して聞くのが好きなんで、僕。で、それは別にいろんな時代もそうなんだけど、うん、別にまあ誰が弾いたかっていうことよりもその環境的に、うん、だから当然さ、やっぱりこう演奏会に向けて作られた作品と録音に向けて作られた作品ってあるわけじゃん。確かにね。だからそういうこうなんかこともあり、しかももちろんそのなんていうのすごい残響の中で聴くものなのか、うん、そうじゃないのかで、やっぱり、今、うん、なんていうの大きなホールで聴いて、うん、それが基準としてなんかこう普通の人が基準と思ってるわけじゃん、うん、だからその基準は多分あんまりいらないんじゃないのかなっていつも、うん、なるほどね、うん、もうなと、うん、だってさ、うん、そう、今言ってるさ、細部が聞こえなくていいわけないじゃん、だって基本的に作品が、うん、そうやって音符が書かれてる以上、うん、それがもやがかってよく分かんない状態になって聞いてる、これって本当に作品その作品味わってるって言えるのかなって言えないだったよ、さすがに気持ちになる、うん、じゃないと思うよね、そう、うん、そう、うん、この生演奏の臨場感とか、うん、この音とかこういう体験っていうのが、うん、果たしてだからそれに勝るものなのかどうかっていうこと、うん、その作品が見えにくくなる、うん、そうだよね、演奏はね多分ね伝わりやすいんだ、生の方が。なるほど、うん、あで曲は見えなくなる、うん、なるほど、うん、そう
なるほどね、曲が見えなくなる、うん、傾向として演奏はスタート、ね、そうだね、まあ、演奏もされに行くときあるけど、うんうん、まあでも分かる、それは確かに、うんうん、傾向としてはね、うん、そうだから、なんか何をもって良しとするかではあるけどね、うん、そう、あの生だからこそのそのやっぱりマイク通した音じゃなくて、うん、スピーカーとマイクとかスピーカー通した音じゃなくて、そのピアノとかオーケストラとか、うん、こう要は発言体から直接耳に届くわけです、うん、音の振動が、うん、っていう体験、うん、でそれからあとあの要は記録されたものじゃないから今ここで起こってるものだから何が起こるかわからないっていう、うん、この臨場感覚、うん、そうね、うん、そう、あとなんか耳だけじゃなくて空気とか肌で感じるこの音楽とかね、うんうん、そういうものをあの何よりもこう優先順位をそこに置くんであれば、うん、やっぱり、うん、あの、うん、ね、生にとても価値が高いっていうことになるし、まあそうだね、うん、うん、そう、うん、うん、あのお客さんとしてはさ、うん、ね、例えば自分客席にいたとしてさ、うん、演奏家のいろんな意図とかさ、うん、この曲をこういうふうに解釈してこういうふうに演奏してこういう効果を上げているっていうところまで隅々まで聞きたいと思った時に、うん、あの客席に当日座ってた時より、うん、あの後日あの配信されたライブ映像を見た方がよっぽどよくわかるっていうことはよくあるわけだそうだね、それよくありそうだね、そう当然、うん、あれ絶対そうじゃん、まあそうだね、うん、そうそうそう、うん、っていう現実に直面した時に僕はだから僕の耳のせいなのか生でそれをもっと感じられる耳を持つべきなのかもしれないそうなのか、うん、分かんないけどいやいや、だって限界あるからね、うんうん、ね、そう、そう、念頭に置く、例えば逆に自分が演奏するときでもいいけど、そういうことってだから、うん、生だから、うん、こうとか、その、なんだろう、これは、うんうんうん、ね、それは結構置くけどね、まあ、うん、ね、うん、結構考えてるよ、うんうん、だけど、うん、なんだろうね、これだからまあそれこそ習慣だからな、これはもう習慣、あの習慣としてその演奏会でよく聞こえるようにするっていうのがまあでも基本的にはあるよね、まあ、一応それが正解とされさ、されるはずだからっていうことだけど、うんうん、まあ、だから逆に僕はだからあまりごっちゃにしたくはないみたいなところはある、ね、ごっちゃ要するにだから演奏会だと思って弾いたの、はい、弾いてそれを録音で聞かれると思ってないから、そういうことだよね、ってことだよね、そうだからあのもちろん最初から知っててだったらいいんだけど、うん、あのその場合はなんか中間的なようになるべくしようといつも思ってるけど、ね、でもだからそれがあの知らないところであの録音されててそれを録音で聞いてどうだったみたいなことはちょっと違うかな。あ、じゃあ結構そこにしっかり意識があるんだね。そこは結構分けてる。あ、なるほどね、うんうん、そうだから僕はあんまりその感覚なくて、どちらかというと、うん、演奏って演奏されたことによって完成してると思うんだよね。あのお客さんの耳に届いて完成してるっていう考え方が強いって。はいはいはい、そうだね、そうだね、そうだね、そう、あの、うん、お客さんの耳に届いたものが演奏の完成形っていう考え方で、それはいや僕は演奏っていうものがもう完成されて、あ、で、あのコンサートホールのどの席にどう飛んでるかとか、うん、まあ、もちろん大事なことではあるけれども、うん、そのマイクがどうそれを拾ったかとか、うん、あのそういうことっていうのは演奏が終わってからなんだと思う確かにどうでもよくないよ、大事だよ、大事だ、伝わるために言ってるんだから大事なんだけど、うん、あの演奏が終わった後の話だと思う。そうだね、なるほどね、うん、確かに確かにああ、そっかそっか、うん、それはあのよく届いてほしいし、うん、綺麗な音で届いてほしいし、うん、あの忠実に拾ってほしいし、うんうんうん、っていう気持ちはあるけれども、うん、あの演奏の後の話、うん、なるほどね、なるほどねうんっていう、僕はどっちかというとそういう感覚なのね。あ、そうそうそう、これでもピアノとバイオリンもあるかもね。あ、それにもちょっとあるよ。だって要するにさ、あのバイオリンって基本的に、うん、あの代わりに弾いてもらってさ聞くこともできないし、あ、ないね、それはない、ね、ピアノは絶対だって僕は必ず頼むんだよね。うん、やっぱりあの自分が客席行ってであちこち歩き回って、でこのこの辺の席どこだったらこういう風に聞こえる、ここだと低音がどうなってるとかっていうことを一応記憶しながらやってるから、だからまあそういう意味ではバイオリンはそれは
もうちょっと自己完結しなくちゃいけない、逆に自己完結、うん、だから自分が歌ってんのと一緒だから、あのに歌ってるのでしょうか、そう、自分の、うん、そう歌ってんのと一緒で、うん、自分の声を聞くことは永遠にできないみたいな感じがある、ね、うん、それはあるよね、そう、うん、その感覚がとっても、まあ、身体とこう一体化してる感覚がすごく強くて、そうだからやっぱりもう線引きしないと、そうだ、ね、どうしようもなくなるみたいなのがあるのかもしれない、うんうん、なるほどね、うん、客観視を言い始めたらそもそもそんなこと無理だからみたいな、うん、そうだね、そうだね、うん、そう、分かる、客観視は無理なのはすごく分かるんだけど、うんうん、そうそうそう、うん、だから、うん、あの、いや、そういう視点をこう持っちゃうし、自分がお客さんとして聞くときにも、うんうん、そうするとやっぱりそういうことが起こるわけです。なるほどね。そうそうそう。うんうん、で録音の方がその演奏家にとってそこで自己完結してと仮定したときにそれに近かったりしたら、うん、あ、そっちの方がいいじゃんになるっていう。そうだね。そう言っていくともうグールドになってくるんだよね。そうそう、それが極端になってくるとね、だんだんそうグールドになっていくんだよ。まあでも、うん、だグールドの考えも別になんか、まあ、極端っちゃ極端だけど極端でもないよね。あの、まあ、すごい分かる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 、あの許されるならね、それがね、うん、そう、うん、全然、うん、そのなんかこう聞こえたものと自分ん？なんかな、発したものと聞こえたものが一致する、うん、こうなんていうの、ことにこだわって、こだわって、でしかもそれがさ、やっぱり心地よく感じるわけだから、うん、だからっていうそのなんて言ったら、うん、言いやすさみたいな、だから録音っていう、うん、作品だからゴールを録音に決めてしまえば、うん、もうあのだからこうね、彫刻刀を持ってさ、うん、録音をこう掘っていけばいいから、うん、そう、そう、うん、だからそれはすごく合理的だし、うん、とてもわかるよね、そうだね、うん、そうだからグールドは録音を作ったんだよね、そう、うん、録音を作ったんだよね、そう、作品、録音っていう作品を作る、うんうん、だから、だからそれをとてもこうあの明快でね、うん、明快、うん、さ、それその作業ってさ、でも、うん、なんていうの、演奏家の中では、うん、結構他の分野の作業じゃない、そのそうでもないのかな、あ、いや他の分野だからこそ特化するしかなかったんじゃないのっていうふうに思うんだけど、そのあの、まあ、特化するしか、例えばグールドは特化するしかなかった、だからその、あの、あ、なるほどね、2個目の仕事だから、あ、はいはいはい、そうだね、そうだね、そうだね、演奏することと全く別のことだからね、そうそうそう、やっぱりさ、よっぽどこうなんてちゃんと向き合わないとそれも難しいし、あの、そうだね、うん、ってことだよ、よっぽどちゃんと向き合うためにそれに特化したんじゃないかなっていうふうに、そうだね、うん、そう、なるほど、確かに思う、うん、あの、まあそれはあのエンジニアさんとかプロデューサーさんがあの、うん、頭を悩ませてどうにかこうにかしてきたことなのかもしれない、もしかしたらそんな、うん、なるほどね、うん、うん、20世紀の巨匠たちの録音とか聞く限りはそんな感じがする、うん、どうある、うん、どうしたいっていうのがあるのか、どうしたい、うん、だから、いや単純にあのなんていうかこうコンサートが最高の音楽体験であるっていう前提にちょっとこう、うん、まあ確かに疑問はあるよね、あえて一石をね、うん、投じてみたらどうなるかなっていう、なるほど、うん、こと、そうで僕はあのなんていうかステージとかあのお客さんの前に出て弾くのは好きだし、あの全然別にあのなんてこうあのなのでスタジオにこもりますとか全然思ってないけどそう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 、ただだからそのなんて聴取体験だったりとか、うん、その作品どこを作品とするか、どの地点を作品とするか、そうだね、そうだね、うん、こととかについては考えなきゃいけないなと思って、うん、なるほど、あ、そうそう、うん、まあ、これもねちょっと、ね、割とあの本質的だし、うん、うん、うん、なかなかでも解決しにくい問題ではあるな、その、なんか問題っていうか、うんうん、自分だけの問題じゃないからね、そうだね、うん、